はいどうも、マシロイチャンネルです。今日はですね、以前自分がちょっと肩を休めてる時期がありまして、試合でファーストをやる機会が何回かありました。で、自分いつもサード、セカンドやってて、ファーストっていうのはあんまやったことなかったんですけど、自分が尊敬してる井端コーチがですね、ファーストに一回打った時に、両手で行ったことによってエラーしたっていうケースが何回かあったらしくて、例えばこういうライン際の頃とかを、こう両手で行ったことによって弾いてしまった。けどそれを片手で行くようにしたら取れるようになったとか、そういう話があったんで、無理やりこう両手っていうのはちょっと守備範囲的にも狭くなってしまうかなと思いますので、まずは補給シングルも使えるという意識を持ってやっていこうかなと思います。早速ノックをしていきましょう。はい、今の打球は両手というよりも片手でいった方がボールを取りやすいかなと思います。はい。多分今のとかも両手でこう大事にいくっていうよりは、こう小判に出してあげた方が補給もしやすいんじゃないかなと思います。ベースはそこなんで、こうグローブを出す感じで。はい。オッケー。はい。おっしゃ、オッケー。オッケー。最後。よっしゃ。はい、というわけで今普通に補給をしたんですけど、あとよくあるケースとしましては、ファーストゴロの1、2塁間寄りを取ってここで補給してピッチャーがベースカバーに走るんですけど、そこにトスをするときにファーストへのトスがこうじゃなくて、ピッチャーと一緒に自分も進んでいく、こういうイメージですね。結構これは中学高校でもよく言われてるというか、手だけで行くなっていう感じで、取ってここで「はい」ってトスじゃなくて、取ってピッチャー走ってるんで、そこに一緒にバッというトスをするといいと思います。結構これはファーストの人はもちろんできると思うんですけど、ファースト初めてとかの方は結構トスの時にこうやっちゃう人が多いんで、しっかり体もつけるっていう感じでやってみてください。で、最後はファーストの醍醐味でもあるこのショートバウンド、送球をカバーする、これをやっていこうかなと思います。いきましょう。まだまっすぐ正面にする。はい。さあ。はい。さあ、オッケー。勝負行こう。はい。よいしょ。はい。さあ。点で取っちゃうと、やっぱり確率悪いんで、なるべくラインというか、軌道をイメージして、下から見る感じでいきます。はい。よっしゃー。はいよ。はい。よし、オッケー。いいボリ。はい。オッケー。あとは。はい。よっしゃー。はい。よっしゃー、オッケー。はい。よっしゃー、オッケー。はい。よっしゃー。はい。よいしょ。危ねえ。はい。よっしゃー。オッケー。はい。よし、オッケー。はい。難しいな、今の。はい。オッケー。はい、というわけでファーストの練習ということで、普通のノックとショートバウンドさばきを行いました。ショートバウンドに関してはやっぱりハーフバウンドの時っていうのがファースト見せ場だと思うんで、伸びないけどうまく粘ってみたいなのがあると思うんです。そこでボールを取れるとだいぶ内野手を助けられるかなと思います。送球も上はやっぱりこう高くて伸びられないんでセーフになりやすいですけど、やっぱり送球ってファーストよりも内野手は低い送球をすればファーストがまださばける範囲なんで、そこもやっぱり内野手は意識して、浮くボールじゃなくてだったら勝負を狙うみたいな感じの低いボールを投げる練習をしておくといいと思います。そういうのも他のポジションやった時に、例えばいつもピッチャーの子がキャッチャーやってみて、その大切さとかも学ぶ時もあると思うので、他のポジションやってみるのもかなり練習になると思います。皆さんも自主練習とかサブポジションとかやる時間は結構あると思うので、そこでいつもやらないポジションをやって新しい発見をしてみてください。また何か企画としてありましたらやっていくので、チェックの方よろしくお願いします。それでは今日のアシアチャンネルは以上です。よいしょ。そして我々が着用する T シャツの販売を開始しました。今回は着やすいネイビーということで、ぜひ部活の練習で着てみてください。購入は動画概要欄からチェックしてみてください。はい、そして今月のプレゼントはこちら、ミズノグローバルエリート H セレクション2になります。こちら群馬県の野球工房 M さんで片付けをしてもらい、こちらを1名様にプレゼントします。チャンネル登録&コメントで応募完了です。たくさんのご応募をお待ちしております。ありがとうございました。